ちゃ、こんにちは。はい、さあ坂本おじさん、インスタにもね、もう豊さん載せてましたが、はい、坂本勇人選手と、はい、来てくれたな。はい、対談というか、なんかこうかっちりなインタビューとしては初ですか？いや、そうだよ。そうですよ、ね、かっちりとしたっていうか別にかっちりともしてなかったけどさあ、いや YouTube だから、改めて、はい、まあでも改めて、まあ、来てくれてね、やっぱり多少ちょっと緊張あったな。本当ですか？推しの選手がいるってことですかね。まあ、いや、俺がよ、はい、だからまあちょっと生い立ちからいろいろ聞いてきたんだけども、うん、まずはやっぱこう彼は継続する力があるんだなっていうのを感じたな。継続する力、うん、まあ動画内でも言ってたけども、はい、例えば毎日5キロぐらいを雨が降ってもカッパを着ながら走ってたとか。なんですね、うん、だから彼も言ってたけども野球に対してはすごく純粋だって言ってたよ。うん、純粋、うん、なんだよ野球に関してはっていうか、いや野球に関してはよ、はい、まあ、彼は本人も言ってたけど、うん、野球に関しては純粋だし、うん、やっぱ素直だな、うん、でね、いいものを後輩だろうがなんだろうがいいなと思う人に聞きに行って自分で取り入れるという。だからまあプライドもあるんだろうけども、だけどやっぱこう聞く耳をよく持ってるよ、うん、だからおそらく山田哲人にも聞いたことあるだろうし、バッティングのことをね、トリプルスリーをやってる時代に、はい、とか、まあ、筒香にしたってそうだろうし、うん、だからいろんな人にこう聞いて自分のものにしてるというかさ、だからすごく柔軟だよね、うん、それはすごく感じた。いや、俺は坂本勇人だっていうことは全くないんだよ、うん、だから坂本勇人をかっこよく見せるためにどうしていくかっていうことをやっぱ考えてる。でもスランプってもちろんあるじゃないですか。あ、もちろんスランプはそれの乗り越え方とかってどうだったんですかね。まああのね、打てる打てないっていうのはこれはもう仕方ないと、はい、ただ守りっつってたよ。だからね、もうスランプだとかなんとかっていうのは、まあ確かに人間だから悩むよ、うん、でもそんなに深くはない、うん、って感じた。やっぱ精神的に強い、ね、いや強い、うん、それとやっぱ一番やっぱ気にしてるのは守備で迷惑をかけたくないという、うん、まあね、ずっとショートを、いやこれはやっぱ内野手だなって、気質が内野手だなと思ったな。それやっぱり、やっぱ通じるものはあったんですか？もう痛いほどわかる。そこなんだ。で、坂本って守備もうまいし、はい、もう身のこなしもいいしね、うん、でもやっぱいつも不安に思って守ってるという。本当ですか？だからこれはやっぱこう打てない打てるっていうのはさ、うん、やっぱ確率の低いことじゃない、うん、でも守備っていうのは確率の高いことをやってるから、はい、やっぱそこでミスはしたくないっていう、チームに迷惑をかけたくないっていう思いはすごく強いんだなって。だから生粋の内野だな、あ、気持ちが。そうなんですね。まあ、そうなっていったのかもわからないけども、うん、なんかそれは感じた、うん、あとどうですか、ここ数年のやっぱり自分のその年齢とともに衰えってあると思うんですけど、そことの葛藤も話してくださいました。うん、いやだからそこは坂本勇人ってちょっと落ちてきたよねっていうのを言わせないように頑張らなきゃいけない。だからいつもなんかこうかっこいい坂本勇人でいなきゃいけないっていう、これは守りたいって言ってたよ。へー、そうなんだ、うん、いやだからそれは守れてるなっていうのことは思うし、うん、だからそこが唯一のプライドであって、うん、まあ彼にそのショートで初めてセ・リーグでは首位打者取ったねっていう話をしても何を言っても数字には全くこだわってないよ。あ、そうなんですか？本当に豊さんがね、坂本選手の数字にすごいこだわりを持って、いやすごい数字を残してるから、うん、はい、だからまあこだわりはあるのかなと思ったけど、だけど終わった後に俺の野球人生は何点だったろうっていう風な振り返りはするだろうけど、今全くしてないね。ああ、そういうことなんだ。全くもって数字に興味がない。だから唯一すごいなっていうのは2000試合をショートで出たっていう、これは誰一人やってないことだから、あ、これは自分の誇りだなっていうのは話をしてくれたけど、はい、全く思ってないね彼は。数字、何を打ったか何を打たないか、はい、それよりも勝ち負けにこだわってる。
あ、まあそこチームのためっていうことなんですね。そうそう、だから自分が打たなくてもチームが勝ったら、いやよかった今日勝ったって喜べるタイプだよ。だから俺が感じたのは、少年時代から、少年時代ってお金とか何にも関係ないじゃない、うん、やっぱり なんか甲子園に出たいとかさ、うん、この小さな大会だけど優勝したいとか、うん、その純粋な気持ちがプロ野球でもずっと持ち続けてる。だから負けることの悔しさ、勝つことの喜び、これをすごく感じながらやってる選手だなっていうのを感じたね。やっぱだとするとね、ここちょっと数年の巨人でなかなか優勝から遠ざかったり B クラスだったりっていうのは、やっぱりすごく責任とか自分の中でのなんか役割だったりとか、すごいなんか考えるものとか多いでしょうね。まあそりゃそうだな、うん、だから今年なんかはすごくやっぱこうなんていうの、意地になってたというかさ、やっぱこうキャンプの時から少しこういる場所っていうのがさ、ちょっとこう追いやられるような。でもそうなったら坂本勇人じゃなくなるんだよ、彼の中では。ですよね。だからかっこいい坂本じゃなくなるわけよ。だからそこに対してのその頑張りっていうのがあったよね。だからまた坂本勇人っていう方に戻ってきたし、あとショート、まあね、うん、あの今シーズン途中からもサードコンバートになりましたけど、そのショートからのサードとかコンバートっていうことについても話してました。これはね、今まではやっぱり譲りたくなかったんだろうね。そうですよ、ね、だけど門脇という、うん、まあバッティングはまだまだだけども、守備としては後継者と言われる、うん、門脇がね出てきたことによってサードに移るっていうことに対しての抵抗感は、まあ、そんなにない、うーんって感じた。あーそうなのか、うん、で今年あのノーエラーでね、はい、サードで終えてるし、うん、ただはまだまだなんかこう厳しい打球が飛んできてないから、うん、だからそこら辺は不安視はしてたけども、はい、まあだけど彼だったらこなすだろうなっていうね、うん、またサードがかっこいいわ。それも萩田さん言いました？はい、言うか。おそらく同じように原監督にも言われたと。まあ、原監督はおだてながらサードに移したのかもわからないけども、やっぱサードはかっこいいよ。だからあの会った時にはかっこいいですねって言われるのが多分一番の褒め言葉だと思う。そういうことですね、野球人としてのかっこよさっていう、うん、だから太らないんだなって言ったら、多少太ってきは来てるけどみたいな、それは体型も含めて保とうと思ってます。だから俺がドキッとして保ててない、全然保ててない。やっぱこだわり、やっぱすごいですね。一流の選手っていうのはやっぱ常にその野球人としてかっこよくなきゃいけない。例えば子供たちのヒーローとか、そういうのをすごく意識しながら。野球教室行ってもさ、やっぱ坂本勇人っていう子供たちにものすごい人気があるんだよね、うん、だから子供たちに向けてのメッセージもありますか。いや、してくれてた。あ、してくれてたと俺が質問して言う。子供に対してのメッセージは難しいですねって言ってたけどさ、はい、でもそれでもこう絞り出してね、うん、あのコメントくれたけども、うん、かっこいいっていうふうに一言で言うかもわからないけど、その裏にはやっぱ成績であったりだとか、うん、まあ、体型、所作、うん、それも含めて全部かっこいい坂本勇人でいたいっていう、それが自分の理想だっていうふうにすごく感じたな。でも僕はダラダラしてるように見えるでしょってあの坂本勇人のモノマネをする人がいるじゃん。いますね。あれがだるそうにモノマネするんだよ。いやだから僕はああいう感じなんですよねって言うけど、それはやっぱものを考えたりとかしてたら、うん、いやものすごく野球に関しては考えてるからね。だ練習の時だったり、まあ、練習の時もももちろんもちろん。だから考えてるから、考えてるとやっぱ行動っていうのはちょっと鈍くはなるし遅くはなるよね、うん、だからそうじゃないのっては言ったんだけどさ。坂本選手ってもちろん天性の才能があってやっぱりすごいっていうプラス、その頭の中を覗いてみたいですね。やっぱすごい考えて野球を。いやだからいろいろ守備に関しても聞いたし、うん、バッティングに対しても聞いたし、まあ、それは動画内で喋ってるから、はい、まあ、ぜひね見てほしいけども、これからですもんね。やっぱね一つ一つ、まあ、なんていうのか、考えてないやつはいないと思うけども、うん、考えて表現できるものがやっぱあるよね、うんうん、それとやっぱこう入ってきた時よりもプロ野球のレベルって相当上がってるんだよね、うん、ピッチャーの質とか、はい、だからそれにこう
随時合わせていかなきゃいけない、うん、追いついていかなきゃいけない、うん、まあ、そういう葛藤とかさ、はい、そういうことも言ってたけど、はい、やっぱり頭のいい子だな、まあ、そうだと思います、ね、あ、まあそれは感じた。そうですよね、だって WBC もそうだしオリンピックもそうだし、うん、全日本侍ジャパンのメンバーでもあるし、注目される巨人のショートでクリーンアップも打ってっていうのは、もう WBC の時はね、もう震えてたって言ってたよ。本当ですか。一番プレッシャーがかかった場面は何かって聞いた時にやっぱ震えてたって言ってた。あの坂本選手も平然とやってるようだけど震えてた。やっぱその日本を背負うっていう意味でのものすごい、まあそれの中の中心人物だからね。だから下手は打てない、かっこよくなきゃいけない、そもそもがね、潰れちゃいけないんだから、そのプレッシャーに。すごい精神力だな。でも豊さん、実際インタビューを終えて、はい、坂本選手はイメージしたまま通りでした、それともいい意味でもイメージ覆された部分もありましたか。小さい時からの話をね、こう時系列みたいな形で聞いていったんだけども、うん、彼ってさ、努力の匂いがしないじゃない。しない、うん、全くしないじゃない、はい、でもね、彼はしてた。そうなんだ、うん、やっぱしないとあそこまでいけないよ。でもそれをさ、お首にも出さないっていうところの素敵さはあったな。そうだから、まあさらに好きになったし、はい、まあ来シーズンのオフは、うん、この食事しながら飲みながら、はい、YouTube に出てもらおうと思って。お、約束取り付けました。もう、もちろんもちろん。あ、それいいですね、それだったら僕出ますよみたいな。どなんでいやいや、本当本当そうなんですね。いやいや、だからまあ固い話というか、うん、今回初めてなんか長くこんな真面目な話をしたとは言ってたけども、はい、でもしっかり真摯に答えてくれて、うん、本当にありがたいところになったな。そうですね、嬉しか、いいですね。俺も聞きたいことがすごく聞けたしね、はいはい、うん、あとね、まあ、来シーズンの抱負だったりとか、これからのことも、まあ、来シーズンは絶対、まあ、個人のことよりもっていうよりも、うん、やっぱり優勝からちょっと遠ざかってるんで、はい、安倍監督をね、うん、まあ、男にしたいし、あの優勝しますって言ってたよ、うん、まずは来シーズンのキャンプ行って、まあ、ね、まだ、ね、状態見たりとか、はい、来シーズンの、まあ、第一声が今年もかっこいいねって言わないと。それですね合言葉は、合言葉ね、あのね、ぜひあのちょっとね、はい、スペシャルな対談となっているので、はい、ご覧になっていただければと思います。はい。